おはようございます。負け頭パーレンちゃんです。今日妖怪の時期181話で久しぶりに来たよ。だからね、多分おそらく映像で来るのは初めてだけど、キコーナトツカ店さんです。来店ですっごい来てたの昔で、俺この店の勝率半端ないからね。だってマドカの初代あった時に6つ積もってるでしょ。で、頑張ります。もう雨やばいから続いていきましょう。はい、何枚引くと思う？28番鉄人鉄人できたか。あ、おはようございます。あ、すいません、よろしくお願いします。じゃあ28、よいしょ全然違う、揃ったありがとうございます。アレパチだったら当たりです。よし、あ、おはようございます、よろしくお願いします。さあ来ました、妖怪道場記の181話。でやっぱりこの島がメインでのは知ってんので、次ここなんだけど、俺はあえてここでこっちに行く。バイオじゃねえよアレックスちゃん行きます。あーち、昨日は違う、でも分かんないね、これあー、これ多分違うね、昨日は違うけど、おそらく寄せに来てるんだったらいけるかもしんない。おはようございます、久しぶりに来たぜ、ノーマルタイプ。だもう今日は勝ち条件数え役満、唯一足りないのが店長変わってるっていうね。で俺ね、店長変わってから1回来たのよ。でその時も勝ったんだけど、傾向は全然違ったのよね。で戸塚に来るのも久しぶりだし、アレックスもだいぶ久しぶり、お庭伝説とかで打ってるけど、妖怪老中記ですのは超久しぶり。しかも1回転目に横からだったから、まさかのオスイスチャンス。ちょっと赤根直したかな、まだ分かんないよ。マジで、おお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 おスイッチだーっつって、マジで一回転なんだけど、どうやったっけあ、そう、中越、中越、そうだ、いやー、分からない、え、あれ俺目押しミスった、え、どうやったっけどうやったっけ、で多分トリビナでよかったはず。はいはいはい、で負けかな、わけが、しょうがない、でもお寿司だから。でアレックスはそう、まずブドウを揃える、そうそうです、そうです、思い出しました。しかもほら、俺妖怪道中継の時はダイヤラビふざけてたけど、来店の時は結構ガチだからねどうやって、あれ打ち方ちょっと忘れてんだよね。そうだ、通常時に気をつけるのは三枚役です。で三枚役は平行にしかテンポありませんので大丈夫です。で横コーンが鳴らないとブドウがございません、消灯に法則がございましてです以上、こんなもんだよね、アレックスなんて。消灯と音の組み合わせで役絞れるから、そうやって遊ぶ台です。アレックスってその3枚の話を抜いてしまえば超簡単だから、むしろサンダーなんかに比べたらもう超初心者向きよ。そうだから前の、まあ、今の店長知らんけど、前の時には、まあ、割と何度も来てることによってさ、挨拶とかする時に喋るじゃん、いっぱいで、本当に気持ち悪いぐらい、なんか霊能力者かっていうぐらい俺が座るで当てるんだよね。で狙えば積もるじゃん、だし1ミリも狙ってないとき、今日なんか気分でなんかスープラ SP 打っちゃおうかなとか思うときも積もるんだ。俺が座るところを当ててくんので、なんかそれをね、なんか楽しみにしてるっぽいとこあった。ちなみに
次回の182話の収録、キコーナマスロ店です。元ここの店長です。そう、あのね、多分読まれるよ。そうで、俺が6号機に座らないっての知ってるから、それを加味してどこに降ってくるかまで読み合い。でも俺ちなみに店長を変わってから1回か2回しか来てないけど、傾向としてはメイン島なんだよ。まともな意味ですと、絆2とかディスク、絆2ディスクとかのところに降ってくるとは思うけど、打ちたくないから避けました。ただ大注目の 6.1 号機、正宗はまあいいけど、北斗完全に国枝っぽいからね。やばいもんだ。だって北斗の話を聞かないんだもん。耳に入らない。誰も北斗の話をしない。そうだね、面白いっていう人多いもんね、正宗は。まあ、はあの嫌いって人もいるし、まあね、人それぞれだけど、話は聞くじゃん。北斗誰も話さないんだもん。話題にすら分かんねえよ。いやー、3年時はないわとかさ、誰か話題にするかと思ったら誰も話題にしない。あとだ、これで2勝投したら2角です。これないから、で1勝投でも斜めテンパれば2角ですみたいな。え、今横行なってたのに2角です。あれ、リプレイみたいな。あれ、え、ごめん、多分ね、おそらくその前で入ってたんだと思うけど、なんか北斗のせいだね、全然気づいてなかった。何で入ったんだろうね。マジか、完全見逃しってことなのかな。バケですファッファッ、こんな俺見たことないよ。あざす。204ゲーム。まあでも俺はほら、北斗まだ打ってないから文句も言えないし何も言えないけど、まあチェリーがないのは衝撃よね。うん、でチェリーの代わりに時図柄があって3個揃えばって、それ怪獣やんみたいな。斬新っぽいけどそれ怪獣やんって。フリーズです。ドン、はい、トレビック、ありがとう。チェリー押すだけ。いや、出しましたわ、ロングフリーズ。もうこれロングフリーズだからね。そう、押す位置したし、ロングフリーズしたし、そう、スロット動画としてこれ以上のものないからね。で、モーニングかとか思ったけど、モーニングでバケ入れるやつあんまいねえから。まあでも昔モーニングがあった時代はあれが普通だったからね。昔はあの CR と現金機って、まあ、今は一体型になってるけど、 CR 機と現金機で違ったし、 CR 機はあの自販機で買わなきゃいけなかったからね。そうそう、でギリギリで当たると超焦るんだあれ。そう、カード、お、チェリー予告本のシャシャ強いよ。俺昔これキッカーフラッシュって言ってたらシャシャッつどうやさ。おおお、あるといいな。がある、あっ、はあ、すごいね、いいね、このなんか BMAX っぽいよ ね。でも7点は蹴ったんだよね。まあ取りっていうのは分かってたけど、でいっ、バケバッカ、そういえば明日かな、プロフェッショナルの安野さん特集
NHK の、そうそうだね、あきおさんが1週間ぐらい経った後にさ見て、で見てきた日 にすげえ長文で LINE 入って、見てきましたっつって、ちょっとぜひテスさんの感想も聞きたいですとかって、めちゃくちゃ熱いの来てから気持ち悪いから既読するでしょ。であいつあの年になるまでエンタメというエンタメに触れてこなかったね。だから君の名はとかにハマっちゃって6回とか見に行っちゃう。要はその過去の名作とか映画とか全く知らないのあいつ。下手したらバックスライフじゃフューチャー知らないレベル。だからちょっとひねりのあるものとか見ちゃうとおーってなっちゃう。でも逆にちょっと羨ましい、その新鮮さを味わってるからすごいよね。だってもうなんか映画とかさアニメ好きだとさ、あーこれあれのオマージュだなとかさ、そう、そこに気づいてあげられるっていう楽しみ方はあるんだけど、うおっ外れた。うん、あれ俺こぼしてないよね。こぼしてない、こぼしてない、大丈夫大丈夫。ナイスです、ありがとう。そうアレックス65ゲームみんなでさ集まって話してる時とかでさ、映画とかアニメの話になるとスンって気配消すんだよ、その気配。おっつ一刻です。な理由言おうか、まあ、チェリー下段におっしゃるんだけど、横コーンになって消灯してる時点で、羽が消えます。で中段に3枚揃わないんでこの時点で一刻です。どっちよ、バケですか。バケでした。15ゲームお、あ俺も嫌い。だエヴァの場合も映画館出てきた人たちがの会話とかで耳に入っちゃってたって言ってたからね。わかる、犯人はヤスみたいな、そう、いやヤスヤスみたいな、犯人おるやんここに、めっちゃここに表示されてるみたいな。わかるんだけど、あれこれなんかなかったし、この目斜めのブドウ天杯はなんかあったはず。ほらいや、違いの分かる男、そうそう違いの分かる男っていいな。おーっ、今ので赤なら止まらないとだいぶ不安なんだよね。いやほらほら、うん、あ、ゴンさんの2人で映画の話してたの、はい、ゴンさんってラブコメ好きなの。え、意外、そんなイメージ1ミリもない。ゴンさんと2人で恋愛投稿してたの、想像つかねえんだけど、マジで何やってんの。どうする、彼女募集しとく、このパチンカスしか見てないチャンネルで。そんな話前回したんだよな、まあ、前回カメラマンギアスさんでさ、うちってほら汗のマークの男だらけの職場じゃん、出会いないじゃん、まあ、ナンパするしかないじゃん。でもうちナンパするようなキャラいないじゃん、割と陰キャ集団だからさ。なんか俺はそのトップとしてどういう風にみんなの人生をケアしていかなきゃいけない。だってなかなか難しいじゃん。でも本当に、まあ、これは男子にしか言えないけど、ナンパした方が100倍早い。なんかうまいことやって、そのこう福利厚生の一環として合コン組むかっつって言ったら、うちのメンツが揃って合コンしてる風景考えたら地獄ですっつって、ナンパしに行けばいいと思うんだけど、話しかけてマジその、なんだろう、腐った豚を見る目で見られるのが嫌なんでしょ。ゾクゾクしてるの俺、ほんと腐った豚を見る目からスタートして、もうちょっと頑張ってちょっと一回笑かせた時とかは嬉しいじゃん。その時の、罵倒されたり うまく笑かせたりとかっていうのが楽しい俺は。その先がどうこうとかっていうのって日本すぎて、面白い人いっぱいいるんだよね、女の人でも。俺江ノ島とかでナンパした時とかに、
まあ、かわいい子にいたのよ。で水の中で動いてなかったから声かけたら、水の中でおしっこしてる最中の人妻だった。あ、ごめんごめんごめん、じゃあ俺近寄らないわって。え、終わったってそれで笑けるじゃん。多分みんなナンパするっていう行為を彼女を作るとか直接的に結びつけてると思うのよ。違うの、知り合い増やすって感じでいいのよ。へい彼女とかさ、こんにちは今いいですかとかさ、私ナンパしてますって空気出すのって気持ち悪いじゃん。自分がやられたらどう思うかって考えれば気持ち悪いじゃん。俺声かけられるの待つ派だった。あ、待つっていうか横でボケたりとかして、例えば連れとかで話してさ、愉快なこと喋れるじゃん。で横 で明らかに暇そう、立ち入りしてるって笑っちゃうじゃん。笑ったっつって人の話聞いてた今みたいなってやったらさ、いやいやいやとかやるじゃん。いやでも実はこの高校でって言って今こういう話してたんだけどさって普通に入れるじゃん。いずれにせよ笑かす能力は必要かも。そのうちなんか全員集めてナンパの抗議したりする。普通に考えれば怒ると思うんだよ。例えばさ、道でさ、これ多分落とし物ですよって女の人に声をかけられて、例えばあのゴッドの柄の裁縫で落としたりするじゃん、あのパチンカスで。で、うわ恥ずかしいって思うわけじゃん。でもさ、あ、これなんかあのパチンコのやつですよねって言われて、あ、はいはいとかってやってたら、あ、でも私も結構意外と好きで打ちますよって言って一言添えられて渡された時にどう思うかってこと。あ、そうなんですね、ありがとうございますってなるし、何この女気持ち悪いとならんわけじゃん。それは男女同じなんだよね。そうだね、これでやもう下から空っぽになってやっとチャンス来ました。オンチだったら消灯しないから、うん、音痴じゃないのはパクってるけど、問題は、ブドウさんが外れてくれるかどうかです。7が天ぷらさに行こう。なんかねえかな。お、これか。もう、ここに、こうやって、もう7が止まるかどうかだけ。もう7が枠にあるかどうかだけ。は？こぼしたね、わかんない何やってんの。あー入ったかもしれない。あー入ってる。やばい。もういいよこれ。あーなんとか、追い気にせず、うん、そうだ。9時？何9時って？ファンカン？え？あ、いいですか？すいません。じゃあ、見えた！ありがとうございます。スプリングフェスタ、ダン、残念！あ、すみません、ありがとうございます。あ、これフォーチュンクッキーじゃん、これ。あ、フォーチュンせんべいだった。伏見稲荷おみくじせんべい。これでも流れ的に開けなきゃいけないやつだこれ。まあちょっと手があれだから中で開けようか。よし、さあフォーチュンせんべいの結果、大吉、健康、非常に良い、慢心せず平静を心がけよう。これパチンコを打たなきゃいいってことだね。金運、ピンチがチャンスとなり臨時収入の予感。愛情、絶好の好機到来、自信を持ち強気に、願望、体感成就の写真、これもう勝てるってことだね。ここに貼っとこう。よし、これで勝てる。たまにさ、そのこじらせた陰キャでさ、ただしイケメンに限るみたいな話をマジでスレスレするじゃん。お前男より女の方が全然大変だからだ。男なんて財力がありゃどうとでもなるよ。襟転んでるのは男の方だからね。まあ、自分がモテないことを何かのせいにしなきゃ気が済まないから。だって考えてみよう、お前がいくら陰キャのね、陰キャメガネでさ、なんかもうそのなんかもうなんかチェックのシャツみたいなわけわかんないの着てる、そのどうしようもないやつ、どうしようもないやつが言い過ぎた、ごめん、あのあれだけど、それで家の総資産200億ね、 VS めちゃくちゃバチクソイケメンフリーター
20代以上の女は全社選ぶからね。俺この顔でマッチングアプリ登録してみたらどうなると思う？その最近のそのマッチングサービスってのはどういう風な料金体系なの？女性無料なんだ。昔のそのテレクラと同じ？あ、婚活になると両方金が発生するのね。あ、まあそうだよね。あの女性自体もある程度のね、ちゃんとした人が求められるわけだしね、結婚前提となると。マッチングアプリはだってセフレ探してるやつとかもいるかもしれないからさ。問題はそのマッチングサイトに登録したのに、なんか一件もなんかこう問い合わせみたいなのなかったら辛いよね。はいはい、試してたの。はいはい、うわ、ん、いや大丈夫、僕はマッチングアプリの話の方のが興味あるんで無料の期間とはいえ、うん、なるほどね。その無料期間が終わるときにあなたの投稿にいいねがついてますって、でこれより先を見たければ課金してくださいみたいな。なるほどね。なるほどね。じゃあ俺監修のマッチングアプリ作ろうかな。パチンカスしかいない、ワンゲーム鉄プロデュースっつって、これでやるでしょ。マッチングアプリ今話題のって、このスロット打ってる後ろで丸い椅子に座るのを嫌がらない女子、上下ジャージでも耐えられる女子、アンケートに好きな機種って書いてある顔写真登録してくださいっつって、顔判定っつって、整形した方がいいですっつって失礼すぎませんか、すいません AI なんでっつって、人間じゃないんですよっつって、そう全部の情報を入れた瞬間に大会をおすすめしますとか期待薄でしょうっつって、年収を400万円以下入れた瞬間にアプリが落ちるとかね女性からも大変信頼を得ておりますっつって、ちょっとビッグ弱すぎるな。こんだけビッグ弱くて負けてねえもんな。手元に250枚くらいあるから、あ、いやいやいや消灯してないな、あ、いや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 、ツイヤーですな。音痴だったかもしんないし、音痴じゃなかった時の消灯なしって結構熱いんですよ。ほい、ちなみに実戦上だけでここまで滑ってきたとき負けないんで、俺の中ではね。まあここで初体験するかもしれないけどいやビッグだと思う。はい、負けです。初体験ね、あらーす、全て実践値。こうやって人は学んでいくんだよ。雑誌に書いてあることが全てじゃないよ。そう、自分の実体験でやっていくんだよ。そうよ、飲まれたマジか、9連敗したく、でもまあこいつチャンスありそうだもんな。やべ、嫌な予感しかしねえ。これで1万円目だもんね。今ならまだ引き返せるな。だいたいこういうデータのアレックスで勝ってるやつ見たことないでね。化け先行のアレックスマジでダメだ、ダメだろ、まあ、根拠なんかないけど、まああえて言うとしたら、たまたま低設定で化け引き強してるだけが印象に残ってる。だって基本的に両方とも死んでる台の方が多いだからあれこのね、化けすげえいっぱい引いてるなみたいに思っちゃうだけなんだね。で印象に残っててさらに3枚がマイナスいってるから、こういう台はダメな台なんだって頭に吸い込まれるだけで、一番ダメな台は両方何も引けない台だよね当然。だそれではもう動かなくなるからさ。おお、ちょ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 、こんなの入んの？
知らなかったんですけど。だよな、そうなんだよね。もうお化け屋です。大体バギーが突っ走る台場でダメなんだよって。あら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 、なことなかった、ごめん。今のリプレイっぽいね。いや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 、クソだよ本当、マジで本当に。うん、 OK、 分かった、アレックスは違う。うん、ちょっと他で考えましょう。来たぜ、いつもの流れね。もう見慣れたよね、この流れで。あのね、俺今前から打ちたかったシャカラッシュも、これ趣味打ちです。だけどなんかいまいちゲーム性が理解できん。あー、図柄揃いで大当たりで、なんか内部で小当たり引いちゃうと終わっちゃうみたいな、よくわかんないけど打ちゃわかるさ。大体こういうのね、初め意味わかんなくても打てばわかるんだよ。で、一応俺だけが知ってもしょうがないから、スペックこのようになっております。ドンね、わかんないでしょ。だいたい200分の1ぐらい、197分の1か、当てて6割通せば右に入るそうです。めちゃくちゃ眩しいです。ドットあるある、よくわからない。お、なんか下でずっとこいつ動いてる。ずっとこう、なんかずっとこうなってる。なんだこいつ。あ、これここにある多分。で、入るためにこいつ動くのよ、これ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 って。ほら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 、昔の大都事件のここにあったドットみたいな感じぐらい。ん？なんだなんだ、雷？あ、234。なんだ、なんだ今の。あ、チャンベで削れるんだろ。おー、光ったぞ、シャカが光ったぞ。え？あ、ギジさん失敗ってこと？あら、全然止まった。妙にシャカが光ったって書いてある。これ仏教徒切れるぞ。この手の台初打ち愉快なんだよな。あ、なんか青放流、全然よくわかんない、下が青くなった。青さっき読みか。あ、緑緑だったよ。チャンス。なんだ、あのラハツが取れた。ラハツが取れました。気持ち悪い。気持ち悪い。ラハツが取れて、それでぶつから取る。やっぱマルフォンって頭湧いてんな。くるーって何？くるー、おかい！おかい、おかい、おかい！シャカが赤い。でも犠牲人なの？これまさか、あ、違う。
まだブッダタッチ、え、煩悩とは、はい、これブッダッチリーズじゃない、え、熱そうだよ、めちゃくちゃ、え、触れたこと当たった、なんかバイブとか何もねえから体感なかったけど、シャカボーダス極楽門突破、極楽門初めて聞く単語がいっぱいあるけど、あ、右足、はい。あ、その門を突破せばいいんだね。門を、こじ開けろ、あーち、これ時短か。なんか時短がよく分かってないんだけど、精神集中、はい、集中集中、うん、ビール、あ、煩悩分かってるのか、なるほどね、え、何唇って、何、ちょっとね、がっかりしなきゃいけないところなんだろうけど、なんかいろいろ追いつかなかった。なんだなんだ、変、あ、保留変か、変、え、なんか赤くなってる、赤、これ赤ホルダーじゃないの、だよね、これ赤ホルダーってことじゃないの、ダブついた、どうしたら技術さん行っちゃおうか、なんで、こういう大魔神、なんで、あれ、なにこれ、目がパッと、どういうこと、パッと己の目力で、おう、どこどこパッと、あー、これかパトってめっちゃ上手、押せよ、行くぞ、お久しぶりさーん、もう6割あるでしょ、あれ？なんだよ、すごいね、フォーチュンせんべいに書いてあるの全部嘘だったね、相手が聞きたいことを言うって、これ詐欺師の常套手段だからね、何がピンチがチャンスに変わるって、ピンチしかねえよ、むしろチャンスがピンチになってるわまあでも釈迦さんもね、涅槃してからだいぶ経って自分がパチンコになると思ってないだろうからね、うん、そう、煩悩の塊の空間だから、ここで教えと真逆のことをしてるだろうな、こいつらはって言ったら、
まだ入れてしまったよ。当たった後のを知らない台がワイルドロビオに続き右入ったらどうなるの問題、もっと打ちたいけどね。ちょっとタイムアップの次のタイムアップが来ちゃってるからごめん、次頑張る。でも、ま、なんかまたちょっと打てそうなやつあったらちょっとこいつは打ちたいから打ちますわ。すいません、今日はもうこれで許して帰りますよし、キャメラ帰ろう俺ここ9話ぐらい全部これ言ってんだよね。こんにちは、9連敗確定警護士さんです。で俺多分ね今日おそらくディスクだと思ったんだけど全部じゃないで、この多分あのねこれドプラスじゃん。でこの2個ダメなんだけど、こっからまたプラスついてるのよ。でプラスプラス、いや呼び出し中、いやこれ別済みか。多分ねこの辺とかもねプラってるから多分全部引きだけではないと思う。バンスリーは多分ね角の方、この辺とかの別済みを含めて、だから基本この店大体このメイン通路多いんだよ。多分今日はおそらくディスク俺多分入ってると思うんだよ。ディスクと番長でバラチラホラの、いや信頼の北とか多分それで合ってると思う。多分ね、多分だけど、でも行きましょう。どっちにしろ俺は負けてんだおだすおだす。まあ案の定また負けたんだけどね。雨半端ないよね。やばいよあれ本当に。はい、じゃあのとりあえず終始の結果からいきますけど、4番負けた終わり。朝1回転で入った時は勝ったと思ったでしょ。うん、俺も思った。でもそれは大きな間違いだということで、181話の妖怪こちらでお願いします。もう色即是空でお願いします。俺はあれだよ、シャガラッシュを打ってあのブッダに学んだね。あるからこそないね。これはアレックスの構成ってのこと言ってんだよ、わかるかい。朝一バーンって1ゲーム目で入った時失礼だと思ったろ。そんなわけねえんだよ。さよならチャンネル登録をねぜひお願いしますよ。いいじゃんね、せっかくねあるんだから。ただです、無料ですよ。でここにベルマークあります。ベルマークあるとねスマホだとプッてプッシュ通知っていうのが出てくるんで、あと右のなんつうんだろうな、これネタが出てこないボタン、これを押していただくとですね僕が嬉しいっていうそれだけです。また次回もぜひ我が MTV およびね妖怪道中記ご覧ください。ありがとうございました。